向こうの希望でまずダウンヒルからってことになった。用意ドンバトルじゃなくて先行後追い形式でやる。一本目は向こうが先行、分かってるだろうが、一本目でちぎられたら終わりだ。 OK です、いつでもスタートできます。86だからって油断するなよ、トール。絶対普通の86じゃないぜ。分かってるって。相手の車が何だろうと俺には関係ねえ。俺は今自分にできる最高の走りをする。トールさん、新一、手出してみ。え？なあ、わかるだろ、俺震えてんだ。怖えんだよ、本当は。ビビってこっから逃げ出したくなるくらい怖え。だけど同時に嬉しいんだよ。嬉しくてたまんねえ。なんだかわかるか、俺プロジェクト D に感謝してるんだ。長い間走り屋やっててもこんなすげえテンションで走れるなんてめったにね。今日のバトルは俺にとって一世一代のヒノキ舞台だと思ってる。セブンスターリーフの代表として、悔いの残るようなみっともねえ走りは絶対しねえからな。その息だぜ、トール。さてぼちぼちを追っ始めるとするか。スエツが通れた、よろしく。藤原匠です。なんだこの感じは。今までこんな風に感じたことはなかった。痺れて痺れてたまんねえぜ。俺を守ってくれよな、ナオ。チームに入ったんだ。命知らずの神風ダウンヒラー、トールさんの下りについていけるやつなんて一人もいないよ。よそから来た八徳なんかに負けるわけねえよ。先行を選んだのは俺にとっては正解だ。自分のリズムを狂わされた。ダウンヒルは命取りだからな。冷静になれ。勝ち負けよりも自分の力を全部出し切ることが重要なんだ。86に比べさらに一回りコンパクトなロードスターは小型軽量ゆえの軽快なフットワークが最大の武器だ。そしてそれを操る末継徹のダウンヒルは俺の見たところハイスピードの突っ込みに全てをかける荒っぽいスタイルだ。ありとあらゆるコーナーを完成ドリフトで来る。突っ込みのスピードをギリギリまで高めるところから全てが始まるドライビングスタイル。非力なロードスターという車によってあいつのテクニックが育てられてきたと言ってもいいだろう。ってことは藤原と。そうだ、藤原と86の関係によく似ている。たった一つの違いを除いては。このコースのポイントは終盤に現れる蓋のない速攻が続く地点だ。あの地点の攻略の仕方で勝負は決まる。それだよ、
あんな落とし穴みたいな側溝に逃げる以外の積極的な攻略法が本当にあるのか。あるさ。藤原にはもう教えてあるんだ。荷重移動のテクニックを極めていないと危険なトライだな。ケイスケと藤原の二人ならばやれる。俺が選んだリーノ、ダブルエースだからな。それにしてもよくついてるな、あの八六。長くは持たねえって。どんなやつでもビビるよ、このツッコミは。あいつのイカれたダウンヒルにどこまでついていけるかな。絶対最後まで持たねえって。さすがというか、ここまで俺にくっついてくれたやつは今までいなかったぜ。あれが普通の86じゃないことは間違いないが、そんなことよりは乗り手の問題だ。すごいやつだぜ。けど追い詰められてる感じはしねえ。多分向こうはついてくるだけで目一杯なんだ。このバトル勝てる。無理についてくるならどうなっても知らねえぜ。命が惜しけりゃ引くんだな。なんてツッコミだ、ヤバいくらいだ。涼介さん、まだ差はついてないよ。分かっている。これからだ。群馬エリア最速のダウンヒラーは、牙を抜くのは、どうなのか。お前どこで見てるんだ。 C の21番ヘアピン。え、もうあんなとこまで。どういうことだ、テールトゥーノーズだなんて。もう半分近く行ってるのにトールが86に食いつかれてる。俺信じらんないよ、アツローさん。こんなに長くトールさんについていけるやつなんているわけないよ。俺だって信じたくねえけど、あの86がこんなに速いとは。嫌な予感がするな。負けん気の強いトールは意地になってテンション上げてくからな。ヤバくなってくぞ、このダウンヒルは。どっちかがクラッシュするかもしれねえ。アンダーパワーな FR でダウンヒルのスペシャリスト。確かにあいつは藤原と共通点が多い。二人とも天性のスピード感覚で、ハイスピードのコーナリングが信条だしな。おそらく両者の決定的な分岐点となるのはそのテクニックの洗練度だ。ということは一本目藤原が後追いになったことが勝敗を決する重要なポイントになる。どういうことだ、涼介。
後ろから相手の走りを見続けている藤原にはすでに感覚でそれが分かり始めているはずだ。なんか分かった気がする。後ろから見てると俺と相手の走りの違いが。この走りができてる。どうなってやがる。この八六、一体何なんだこいつ。俺が86を振り切れねえって。どうなってんだよ。わけわかんねえよ。トールが長い間の走り込みで身につけた最大の武器は誰にも負けねえ突っ込みの速さだ。あの突っ込みにかなうやつなんかいねえはずだよ。あいつはここの全てのコーナーを知り尽くしてる。昨日一晩だけ走ったのとはわけが違う。それなのにあの86は話されるどころか、ついてきてるってのか。すごい突っ込みだ。コースを完全に知り尽くしてる。でも、コーナーを立ち上がって、次のブレーキングに入るまでの間は、86の方が速い。なぜなんだろう。車のパワーの差じゃない。複雑な地形の峠道には数えきれないほど多くのコーナーがある。特に下りを攻めた場合はコーナーともストレートとも言えないような曖昧なパーシャル区間が意外なほど多い。確かに全開で行くか半開で行くか迷うようなところは多いな。そういう区間の処理能力の差が藤原と相手の走りの差になっている。覚えておけよ、ケイスケ。これは俺の提唱する行動最速理論の中でも重要ポイントの一つだ。ああ。くそ、誰が負けたよ。
超ヤバ、ゾッとするぜ。こんなすげえツッコミ合い見たことねえぞ。セブンスターリーフのロードスターについてくなんて、あの86何者なんだよ。地元じゃねえのにあの車、えらいことだぜこりゃ。とてつもなくレベル高いんじゃねえのか、プロジェクト D って。そろそろだな。勝負をかけるポイントに近づいている頃だ。ああ。なあ凌介、もったいぶらないで俺にも教えてくれよ。どんな作戦なんだ、蓋のない速攻の攻略って。相変わらず食いつかれてるらしい。もう C の10番を通過したってさ。C の10を。こっちが考えてたよりもはるかにレベルの高い相手だったな。けど敦郎さん、振り切れなくてもそれでトールさんが負けるわけじゃねえんだから。順番が変わって2本目に突入するだけだし、勝負はまだこれからでしょ。トールさんが抜かれるなんてことはありえないっすよ。そうだな、抜いたり抜かれたりってことはまず考えらんねえ。あの辺から先は無理できねえ区間だからな。そうっすよ。振り切れなくったって焦ることはねえんだぞトール。負けない走りに切り替えていけ。それなら説明しよう。俺が藤原に教えた蓋のない速攻の攻略法というのは、ああ、藤原がもともと得意としているテクニックがあるだろう。溝にタイヤを引っ掛けるやつか。溝落としとか言ってる。そうだ。あれの応用なのか。まさか。そんなことができるタイプの速攻じゃないのはお前も見てわかるだろう。あれとは正反対のテクニックで攻略するんだ。正反対の。とてつもないドライバーだ。振り切れねえ。どうしても後ろから見たくなったぜ、こいつの走りを。一体どんな走りなのか。俺のホームコースをどんな風に攻めるのか、俺とどこが違うのか。何が何でも2本目に行くぜ。俺はこいつのテクニックを見てんだ。切り込むタイミングが少し早い。ラインが見えた。やろう、蓋のない速攻をものともしねえのか。鼻面を突っ込まれた。次の右でインを刺す気か。クソ、誰か譲らねえぜ。俺は半分でも前に出れば主導権はこっちのもんだ。スペースは開けねえぜ。こっちだって地元の意地ってやつがあるんだ。抜かすか。なんだと。バカだ、どれにスペースを開けてね。そんなとこに道路はないはずだ。ふざけんな。お前一体どこを走ってんだ。荷重移動のテクニックの応用だと言ったろ。限界スピードのコーナリングでは
荷重の大半は外側の2つのタイヤにかかる。そこからアクセルを開けていって、さらにリア側に荷重を移動させるんだ。外側の2つにかかる荷重を後ろにだけ持っていくってことか。そうだ。つまり意図的に強い荷重移動を作り出し、リン側のフロントの荷重を目いっぱい抜く。それができれば。アクセル全開であの速攻の真上をショートカットできるのか。抜かれた。これ夢でも見てんのか。今は何だ、何が起こった。もう一度次の右でやってみろ。一体何が起こったのか、もう一度目の前で見せてくれ。誰が86にできるなんてこいつにだって。右フロントの接地感がね、浮いてるのか。落ちる。ダメだ、戻れねえ。大丈夫ですか。あ、怪我は。Cの7番でクラッシュ。トールさんが。それで怪我は。86に抜かれたロードスターはクラッシュして走行不能。そっちの勝ちだ。どうなってんだ、どうなってんだよ。